商談では絶対にやってはいけない当たり前のことがある。多くの人ははっきり意識しないまでもそれをやらないのだが、意識していないだけに稀にそれをしてしまう。本書の趣旨はその当たり前のことをしっかりと意識して絶対にしないようにしようというものだ。では社会人として恥ずかしくないように一つずつやってはいけないことを確認していこう。遅刻も悪いが早すぎるのも迷惑。遅刻は絶対にダメだ。これは当たり前すぎるので、さすがに改めてここで提示する必要はないかもしれない。しかし、本当に意識の高い人は、1時間前に最寄り駅に着くように行く。それで、近所のカフェで、商談準備を見直したりしながら、資料と頭と心の準備をする。とはいえ、遅刻しないというのは、誰でも分かっていることだと思う。逆に早く行き過ぎてしまう人がいる。早く着いたら、早く商談を始めた方がいいという考えだと思うのだが、実は相手に迷惑だ。例えば、20分前に着いたとしよう。先方に受付で待っていることを伝える。この時先方は結構困る。会議室が開いていなかったり、自分の仕事がまだ片付いていなかったり、すぐに商談を始められる状態じゃないことが多い。それでも、せっかく来てくれたのに、時間まで待たせるのも申し訳ないと感じる。しかし結果的には、受付で20分間待ってもらうしかない。これは先方は心苦しい。では、時間ぴったりがいいか。何度も商談に来たことがある会社であれば、1分前がいいだろう。初めての会社に訪れたら3分前がいい。受付に置いてある電話機の使い方がわからなかったりして、1分前だと場合によっては遅れてしまう。3分前なら相手もこちらを待たせることに気兼ねがない。受付で人が並んでしまうような、そういった来客の多い会社だったら5分前にしよう。状況に応じて判断してほしい。早すぎると先方に迷惑がかかると認識しておこう。資料の文字を順番に読む。商談が始まったことをイメージしてほしい。初めての商談だ。会社概要から説明して、サービスの特徴を説明する。こういった時に、資料に書いてある文字を順番に読んでいく人がいる。先方に資料を渡し、自分も資料を見ながら読み上げていくのだ。これはやめよう。まず、朗読するよりも、目だけで読んだ方が早いから、相手は、とっくに資料を読み終わっている。それなのに、あなたの朗読に付き合わなければいけない。これは退屈だ。イライラする人もいるだろう。とはいえ、資料を渡すだけでは読んでもらえるかわからないので、ちゃんと説明したいという場合もあるだろう。そこで、資料には文字を入れないという手がある。表や図だけを入れて、内容を言葉で補足していく。資料も2部用意しないで、相手の資料を指差しながら説明する。臨場感があっていい。資料に読み上げるべき文字を印刷しない。口頭で説明する。別の手は、文字はあるけど、読み上げない方法だ。自分の言葉で語る。資本金がいくらか、そんな情報でも、紙に書いてある情報以上の情報を入れる。去年の4月に増資して、今は2億円です。とか、そういった感じだ。すると、資料も意味があるし、あなたの話も意味があるから、先方は集中できる。単純に資料を読むのは、相手に退屈されて危険だからやめよう。他社の悪口を言う。自社にとっての、競合他社の悪口を言うのは良くない。A 社から、買わない方がいいですよ。とか、A 社は、最近業界内で評判が悪いですよ。など、自社を持ち上げるために他社を、貶めようとする人がいるが、そういったことは、極力言わない方がいい。理由は、自社に自信がないように見えるからだ。自分に自信がないから、他人を悪く言う。そういった印象を与えてしまう。次に、品位を疑われる。何にせよ、人の悪口を言う人間は、信用できないと感じられる。もっと良くないのは、先方の競合他社を悪く言うこと。御社は素敵だけど、B 社は悪い。というような言い方だ。これはひどい。陰では、自分も言われているだろうなと、相手は思う。会社同士でも、人間同士でも同じことで、陰口を言う人は、信用されないのだ。どういう意図があろうと、その場にいない人や、会社の悪口はやめよう。騙しギリギリの方法を取る。バイヤーがかなりこれをやる。例えば、こういったやり取りだ。1日目、スーパーこんがりチョコを1万本欲しい。そう、バイヤーがオファーを出した。早速手配します。先方は売れると思って在庫を持った。2日目、在庫が手配できました。じゃあ、価格なんだけどさ、いつもの半額でお願い。え、無理ですよ。あ、そう、じゃあ、いらない。在庫を用意したんですけど。だから買うよ。半額なら、わかりました。ここまでわかりやすいケースは少ないが、在庫を持たせて、相手が値引きせざるを得ないように持っていくバイヤーは多い。これは悪意があるパターンだが、途中から上司が出てきて、そんなに買うなら、値引きしてもらえという話になったりして、結果、同じような状況になることがある。もちろん、価格や納期の条件を詰めないで、在庫を持ってしまった相手の仕事も甘い。ただ、その甘さにつけ込んで値切るというのは、卑怯な行為だ。損得感情抜きで、こういった品のない行為はやらべきじゃないが、損得の部分でもやらない方がいい。これを繰り返せば、相手はオーダーをもらってからじゃないと、在庫を手配しないだろう。例えば、マシュマロチョコバルーンが品切れそうだから、1万個手配してもらえますか？では、発注書をいただけますか？決済を取らないといけないから、明日出します。では、発注書をいただき次第手配いたします。それだと、品切れしてしまうので、先に手配してください。発注をいただいてからの手配が決まりですので、このようになるだろう。
他の会社には発注書が多少遅れても事前に手配しているかもしれない。どこまでが卑怯でどこまでがビジネスか判断が難しい部分もあるだろうが、自分がやられて嫌なことは人にもやらないのが基本だ。在庫を持たせて身動きできなくさせるような行為は完全に卑怯なのでやめよう。偉そうな態度。おそらく本書の読者にはこれをやってしまう人はいないだろう。商談において偉そうな態度を取ってしまう人がいる。年齢差がいくらあっても商談は敬語で行おう。特に商品を買う人は注意してもらいたい。稀に横柄なバイヤーがいて、そういった人はなぜか自分が偉いと思っている。会社の立場でたまたま商品を売る側と買う側というだけなのに、なぜそんな勘違いをしてしまうのだろうか。そこが非常に残念だ。年を取ってくるとそういった人間になりやすい。注意しよう。またそういった人間を見かけた時は哀れだと思う。彼らはそれが原因である程度までしか成長できないし、商売の範囲も小さなもので終わってしまう。なぜならそんな傲慢な人に付き合ってくれる人は魅力のない売れない商品を扱っている人だ。売れないからひどい扱いをされても買ってくれるだけで嬉しいのだ。お客様に本当に喜ばれる商品を作っている人は媚びへつらう必要はないから、そんな傲慢な人は相手にしない。要するに傲慢な人はお客様が本当に欲しい商品を取り扱えないから最終的には行き詰まる。どういった立場であっても紳士的に振る舞おう。今日は自分がお客様かもしれないが、明日は立場が逆転しているかもしれない。商人は売ったり買ったりしながら世渡りしていくのだ。お礼のメールに返信しない。本日はありがとうございました。商談が終わった後に商談のまとめを含めてお礼のメールをやり取りすることがある。相手から来なければこちらから送った方がいいし、来たら必ず迅速に返信しよう。商談の場でうまくいっても後のメールのやり取りが緩慢だと取引先は不安になる。簡単でもいいからレスポンスだけはよくしよう。理想は商談のまとめをその日のうちに送ることだ。簡単な議事録のような内容になるといい。お互いに話したことの再確認になるし、自分へのメモにもなる。理解が足りない部分や間違っている部分があれば相手も確認してくれるだろう。逆にそこに対して返信が鈍いようだと相手の仕事のレベルは低いかもしれない。いろいろ手間がかかると覚悟した方がいい。やってはいけない細かな癖。ここまで話してきたことよりももう少し根本的なことだが、細かな癖を見直してみよう。貧乏ゆすり。足元がゆらゆらしている人が稀にいる。ボールペンやシャーペンをカチャカチャ、ボールペンのノックをカチカチやったり、落ち着かない人がいる。気になる人もいるのでやめよう。お絵描き。話をしながら資料の空白スペースに絵を描き出す人がいる。女性に多い。花を描いたり船を描いたり楽しげだが、ビジネスシーンにはふさわしくない。一説によると右脳が発達している人が行う傾向が強いらしい。女性のが男性よりも右脳が発達しているので女性が多いということになるという。椅子に寄りかかる。腰を立てて座ろう。背もたれは使わない方がいい。こういったことはどれも絶対にやってはいけないことだが、割と見かける行為でもある。注意しよう。居眠り。言われなくてもわかることだが、居眠りだけは気をつけたい。居眠りする人がいる商談のパターンは複数人のものだ。3人対3人のような商談で話しているのが1人、2人の場合はあまり発言しない人は眠くなっている場合がある。商談の内容がその人にとって退屈という原因もあるだろう。眠らない方法を考えてみよう。もし商談中に眠くなってしまったら、実は耐える方法はない。残念ながら本当に耐える方法はないのだ。机に座って仕事をしている時だったらガムを噛む、コーヒーを飲む、オフィス内を少し歩く、背伸びする、違う仕事をするなどなど、いろいろな方法があるのだが、どれも商談中はできないことだ。商談中は眠くなったらおしまい。そう認識しよう。だから眠らない方法は一つしかない。商談前によく寝ておくこと。前の日の夜に早寝することがまず基本だ。それができない、あるいはそれでも眠い場合は商談の前に10分でも20分でも仮眠しよう。コーヒーでカフェインを摂取する方法もあるが、効き目は個人差があるし即効性がないことも多い。しかし仮眠は確実だ。商談中の居眠りは最悪だから、睡眠不足なら仮眠を取ってしまおう。こそこそ話をする。複数人の商談で何か社内的に確認したいことがあってこそこそ話をしてしまう人がいる。何やら口元を隠したりして非常に怪しげだ。そこまで聞かせたくないことなら目の前で話さない方がいい。聞こえてしまったらどうするつもりだろう。ただ実際にそういったケースで本当に聞こえてしまって困る話をするケースはほとんどない。だったら普通に話せばいいのだ。妙なコソコソポーズを取る必要はない。後書き。さて、自分が商談においてやってしまっていることはあっただろうか。簡単に直せるので小さなことでも直してほしい。基本的に相手がいることは自分がされて嫌なことをしなければ問題ないのだが、3割くらい神経質に考えるとさらに無難だ。
ポイントは、相手を不快にさせないこと、相手に気を使わせないこと、相手を退屈させないこと、相手を騙さないこと、この4つに集約できる。本書に書いてないことでも、この4つを基準に考えていただければ、やっていいことか悪いことか見えてくるはずだ。では、皆さんの商談がスムーズかつ大成功するように祈りながら、本書を終わらせていただく。読料ありがとうございました。